Detik-detik sebelum ada gempa. Detik-detik terjadinya gempa. Malam tahun baru. と市内の河原田川の河口付近にある河合町の朝市通りの周辺で大規模な火災が起きているということです。この付近は商店や住宅などが立ち並ぶ地域です。Solo.